16日に投票が行われる愛媛県知事選挙と松山市長選挙で、松山市選挙管理委員会は12日、若年層の投票率アップにつなげようと、市内文教町の愛媛大学城北キャンパスに初の期日前投票所を開設しました。4月の松山市議会議員選挙に続き、松山大学にも設けました。愛媛大学ではミューズ、松山大学では学生会館にそれぞれ投票所が開設されています。ともに14日まで午前10時から午後5時まで開かれ、学生以外の有権者も利用できます。愛媛大学では午前10時の開場後、教職員や学生、近隣の市民らが訪れ、思い思いの一票を投じていました。大学生の投票率が下がっているということもあって、こうやって愛媛大学にもちゃんと設置されたんだと思いました。身近なところの、地域社会貢献に向けてっていう意味で、やっぱり自分たち一人一人意識して考えなければならないというところで、こうやって設置されたっていうのはすごいいいことやなっていうのを思いました。松山市選挙管理委員会によりますと、初日の12日は愛媛大学と松山大学の投票所で合わせて327人が投票したということです。